はい、じゃあ続きやっていきます。ちょっと休憩して、疲れもちょっと取れましたね。さて、じゃあちょっといつもと違う入りでいきましょう。あらすじ見ていきましょう。占いババの話では、砂漠の真ん中に地心柱かなはあるという。しかし行く手を阻むように険しい山々が Z 選手の前に立ちはだかる。さらにガーリック軍団もということで、どうでしょうか。ここまで鍛えましたよ。はい、ものすごく孤独な戦いでしたね、ここまで上げるのにね。まあ、ご飯はね、BE が120まで伸びたんですが、マセンコの消費が80なんでね、結局一発しか撃てないんですよね。まあ、こんなもんなんでしょうかね。本当、辛かったですね、ここまで上げるのに。僕はあんまレベル上げとか得意な方じゃないんで、そうですね。じゃあ倒しに行きましょう。とりあえずね、このマップずっとぐるぐる回りながらレベル上げてましたんで、だいたいね、どこに何があるかっていうのはだいたい把握しました。まあ一応でもドラゴンレーダー使っていきましょうか。はい、南東ですね。例によってですね、この必殺技カード、これを貯めてですね、行きたいと思います。騎士カードは相変わらずね、あ、そうだそうだ、カードは全然変化ないです。変わりがないですね。騎士カード結局手に入れることできなかったんで、この必殺カードを貯めて、まあボス戦に挑みたいなと思っております。それじゃあ行ってみましょう。早速出てきたな。おっと、やっぱね、ピッコロのBP が1400超えてるんでね、敵はもう一目散に逃げていきますね。はい、強いカードいっぱい溜まってきましたね。どんどん行きましょう。おー、いい具合に必殺カード溜まってきてますね。よいしょ。ご飯もね、そこそこ戦えるようになってきましたね。700超えてきたんでね。とはいえ、ご飯はまだ子供ですからね。この時点で、ご飯は年、何歳だったかな？あ、こうこう。ラビッツの時で4歳でしたっけ？ 5 歳でしたっけ？それから1年後、サイヤ人が来る頃には、まあそうですね、1年経ってるんで6歳、5歳か6歳。そのぐらいの年でナメック星に行ったってすごいですよね。ちょっと、ね。漫画本はね、全巻持ってるんですけど、ちょっとその辺の記憶が曖昧なんでね、また見直してみたいなとは思ってますけど。さあ、712。さあ、見せてやれよ。視聴者の皆さんに成長したご飯の姿を。まあ、まだ1日では倒せないけどね。まあ、ピッコロさんがね、もう、めちゃめちゃ強いですね。はい。さあ、いいです。いい感じですね。修行が並んでるんですね。あいつ逃げるんですよ。これだとまずいな。こうやって多分大丈夫だと思うんだけど、修行行きたくないけど、いいえ、いいですね。いい具合にカード溜まってきましたよ。こいつはね、弱いくせにこいつ逃げないんですよ。
って何でしたっけ、三所、三所のあの色違いの敵なんでしたっけ、シナモンか。あいつ2匹出てくるパターンはね、ほぼと言っていいぐらい逃げるんですよね。あいつらがね、一番経験値もら、ね、PP もらえるんですけど、逃げるんですよね。よいしょ。なかなかね、ちょっと、進むスピードがね、遅いですけど。この辺りはもう一撃ですね。はい、もうすでにラビッツぐらいの強さですからね、ピッコロさんは。今このタイミングでね、ラビッツが来れば面白い勝負ができたかもしれませんけど。よーし、ご飯、まあ向こうの宿儀が7なんでね、ちょっとご飯でとどめ刺しきれないかな。どうかな。いっけー。ああ、やっぱ倒しきれなかったね。優勝最高。行きましょう。ちなみにですね、あの建物の中には確か牛魔王がいました。で、なんかアイテムもらえるかどうかわかんないんですけど、僕はですね、多分手持ちのカードがいっぱいだったんでしょうね。何ももらえなかったんで、ちょっとどうなのかわかんないですけど。どうしようかな。おそらくここがですね、最後の回復ですね、ボス前の。はい、カードドラゴンレーダー、うん、このまま西に進めばいいわけですね。一応休んでいきましょうか。特に消費はしてませんけどね。死ぬダメなのか。じゃあピッコロさん先に行かせて、いいか、ご飯いいか、休まなくてもいいか。必殺カードが来ましたけど、こいつ逃げないんですよね。こいつね、ほんと経験値もらえないわね、逃げないから、まあほんとにね、時間の無駄っていうか効率悪いんですよね、あいつばっか出てくると。よし、いたいた。ピッコロさんと同じ色ですね。ちょっとピッコロより濃いか、色が。とりあえずここでセーブします。父カードがねないので、手持ちのこの4枚、運良ければ5枚になるのかな。それで勝負するっていうのはちょっと怖いんですけど、まあしょうがない。ゲットできなかったね。もうご飯1人、子供1人に対しても逃げましたよ。最高か。はい、ドラゴンボールをこっちに渡してもらおう。抵抗する気か、バカめ。黙って渡せば命まで落とさずに済むもの。なんかこいつすっごい色してますね。しかも背景の色とね、目の色が同じなんですよね。さあ、じゃあまずはスカウターで、スカウター何枚？ 2 枚か。
スカウターで相手の能力をね。あ、こいつ強い。BP1500 もある。300、270。まあそんなもんでしょうね。じゃあまずはザコから確実にやっつけていきましょうかね。まあこれは大丈夫でしょう。あ、でも向こう防御 Z だね。ご飯を狙ってきやがった。おお、マジか。あ、でも、なんとか耐えれたね。エネルギー波。よーし、全然大丈夫。全然効かねえ。真候補。はい、お疲れさーん。落とせるかな。ダメだね、落とせなかった。お、ラッキー、必殺カード来ましたよ。魔漢光殺法いっちゃおうか。亀仙人がですね、亀仙人じゃねえや、なんだっけ、あ、海王様だ。そうだそうだ、これを使いたかったんだよね。使うまでもないかな。ピッコロ強いんで、ちょっと残しておきましょう。その代わりね、じいちゃん使いましょう。はい、これで動きを止めて、魔漢光殺法いきまーす。ご飯はザコ敵を相手にして、まあ、ここまでやる必要ないじゃないんですけどね。二人とも、もう強いんでね。まあでもある程度カードを使っておいて、空きもね、開けておきたいんで、いいダメージ入りました。こいつは倒したでしょ。よーし。さあ、ここからですね。どうしようかな。こうして、マセンコ一発行きましょう。うわ、ご飯ばっか狙ってくるな、こいつ。やばい。やばいやばい。大丈夫だよね。だ、危な。73。よし。チャンスだぞ。相手の防御弱い。これでいくら入るかな ?25。まあ、まあまあまあって感じですね。まあ、先行。いけー。同じぐらいか、ピッコロの攻撃と。さて、じゃあ、まず亀仙人で回復。回復して、どうしよっかな。ミスターポポ。もう一発、魔漢光殺法いきます。あー、すいませんね。ちょっと乱れましたね。ご飯は、この辺りで。よし。チャンスですね。相手の守備が低いです。よいしょ。これでいくら入るかですね。よし、マジか、135。いいですね。もう一気に行きましょう。ミスターポポで回復して、エンマ様使います。もう一気に決めにかかりますよ。魔漢光殺法で、ご飯は守備の高い。ねえ、こいつね、ほんとご飯ばっか狙ってきますよね。こういう仕様なのかな。さあ、これで決めろ。決めちゃえ。
イデイ。よいしょ、行った。ミスター、ここ。グッグエ、覚えてやがれ。ジンジャーは逃げていった。Z 戦士はジンジャーの持っていたドラゴンボールの中心地を手に入れた。残る一つのドラゴンボールを目指して Z 戦士たちはついにガーリックの本拠であるガーリック城を突き止め集結していた。いいか、ここからは全員で固まっていくぞ。ガーリックのやつがどんな手を使ってくるかわからんからな。覚悟しておけ。お、これは移動楽なんじゃないですか。わあ、強いですね。チャオズのこの BP 見てください。これ、見事じゃないですか、これ。これなかなかね、なかなかっていうか狙ってできないですよね。こういうのって。まあいや、ピッコロ抜きで考えれば天津飯が一番強いですね。地球人の中ではね。その次はクリリンと。いや、むっちゃご飯チャオズ。うん。あ、そっか。BE が回復してないんだね。じゃあ、行こっか。あ、待って。まずセーブさせてください。よし。じゃあ回復します。よーし。うん。全開だね、これで。HP も、そうですね、ピッコロが高いんですが、天津飯もほぼ同じぐらいですね。レベル7。こちら6ですね。だいたいみんな6か7ぐらいなのかな。ああ、そうですね。チャーズは8か。あ、もう少しでレベル上がるね。あ、みんなそうか。ヤムチャは全然まだ上がんない。うん。よし。え ?442。まだまだですね。じゃあ行こう。またね。刻んで、進んでいきます。っていうのはね、バトル中にね、もっと強いカード残しておきたいんで、攻撃力のね、高いカードですね。人数もたくさんいますから、どんな敵が出てきてもって感じですよね。あ、いっぱい出てきた。いっぱい出てきたけど、全然余裕じゃね?これ。多分。どうでしょうかね。よいしょー。お、いいね。これはだいぶ戦闘も移動も楽になりましたからね。さあ1500超えましたね、ピッコロさん。よいしょ、一撃。こいつは守備が高いから残るよね。さあ次はクリリン。クルディは一撃で落とせんじゃね?多分。だよね。クリリンも強いね。もうね、初めの頃はこいつらにものすごく苦戦しましたからね。この雑魚的にもね。もう今となっちゃ、赤子の手をひねるがごとくですね。よいしょ。はい、お疲れさん。あ、そっか。全員カード使うから。必殺技とかね。この辺使わざるを得ないのかな。まあ、こうこう。エネルギーか。これだけでとか、できないんだね。できないね。うん。まあ、しょうがない。ってことは、移動で必殺カードを貯めることはできないってことか。じゃあ、なおさらやっぱ父カード必要ですね。ここのカード売り場、まあ、ね、見つけたら、
父を取りたいとは思うんですけど、まあさっきのバトルでもそんなカード使んなかったんで、空きがね、ないんですよね。37。いいね、いいね。チャオズ1。戦闘に、バトルに参加させなくても BP は獲得していくみたいですね。いいですね。天津飯も900超えて、クリーニングか。着々と強くなってますね。刻んで進んでいきます。あ、カード売り場ありましたね。神経衰弱来い。あー違う。スピードくじ。シェンロンはいらない。これね。神経衰弱探しに行きましょうか。刻んで進みますよ。敵出てこねえな。あ、なんかいましたね。必殺カードがない。どうしよう。ちょっとこの辺を使ってください。だとね、かなり短時間で落とせるんじゃないかな。もう一旦で落とせるよね。よーし、いくよー、一撃。はい。あー、 Z だ。 Z だけどご飯も強いね。やっぱ全員1000以上は欲しいですね。20。全員1000超えたらですね、多分ここでね、あのガーリックの手下3人衆と戦うことになると思うんですよ。多分ね、予想だけど。ここで3人まとめて戦うことになると思うんで、一応ね、全員の戦闘力1000を超えるぐらいまではちょっと、レベル上げさせてください。あんまりね、レベル上げは得意じゃないんですが、まあいいでしょう。さっき見たくね、4人とか出てきてくれたらすごく助かるんですよね。2人だとまだそんなに経験値もらえないんで、こいつは18かな。2人だと18、1人だと9かな。多分クリーンな人はもういない。よし、一撃でいけた。18だね、やっぱ。またですね。またこいつらですね。先に先制したいですよね。よいしょ。一撃じゃ倒せなかったね。やっぱ Z は来ちゃうとね、やっぱ一撃で倒せないか。はい、お疲れ。2匹か。魔高校。お疲れ。
ヤムチャも900超えましたね。いいねいいね。はい、聞かない。さて、よし、16。あ、天津飯1000超えましたね。天津飯は1000を超えました。おー、来た来た来たよ、待ってましたよ。んー、どうしましょうかね。とりあえず適当に割り振ってみましたけど、あ、すいません、ちょっと止まりましたね。接触がちょっと悪くてですね、申し訳ないです。はい、よーし、いいね。1600か。ガーリックは BP どのぐらいあるのかな。まあ倍は見た方がいいか。3000とか。で、下で1500ぐらいだったからね。倍で見て300。確か、アニメ版でね、見たことあるんですけど、ガーリックって変身するんじゃなかったかな。どうだったかな。確か変身したと思ったんですけどね、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど。あらら、2体残っちゃった。まあいっか。これ攻撃する順番ってどういう順番なんですかね。星の数が大きい順番から攻撃してるんですかね。それとも関数字の大きい、いや、どうなんでしょうね。ちょっとわかんないですね。ちょっとここまでゲームやってきましたけど、ちょっとその辺わかんないんですよね。はい、37、いいですね。ブルマさんが手に入りました。いらないんだけどね。よし、いいね。いい具合で成長してます。あ、まあ時間そろそろいい感じなんで、一旦ここで切りましょうか。じゃあ、まずね、全員1000になってから、ね、挑みたいと思いますんで、ちょっと一人でレベルっていうか BP 上げやります。それほど時間かからないと思うんでね。よし、じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よかったらね、次回もまた見ていただければなと思います。じゃあ次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。